それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指して、ラウンド2。何が来るかな、何が来るかな。 PK PK は効果とカンタが交代で3回キャップを打って、あそこのトンネルを多く通した方の勝ち。同点の場合は延長戦だ。どこまで気力が持つか、それが勝負の分かれ目だぞ、コウタ。ゴエモンとの特訓の日々がやっと役に立つ日が来たぜ。キャップ打ち1万回始め。打つぜ、指が折れるまで。いや、そんな特訓やってねえし。またまたワンダーグレープの得意競技が来たぜ。この勝負ももらった。縦に打てるワンダーグレープは細いトンネルを通すにも有利です。レディーキャップ、ボトルバトルゴー。俺から行くぞ。来やがれ。よく狙って弾けろ。クリオー、よっしゃ。喜んでるのも今のうちだぜ。バッチリだ。クリアよりのクリア。タッタッタッタ、立って立って兄貴。バッカルビクトリー。俺たちも負けてられない。気合を入れて応援するぞ。シュワシュワにしてやれ。シュワシュワ。俺はやっぱお茶だな。クリオバッカルクリア。クリオクリア。やるじゃん。横回転のくせにしぶといやつだぜ。勝負。延長戦、コントロール精度に加えて穴に通す集中力も大事になってきますね。ついてきやがる。あ、やっちまった。ああ、そんな。ちょっとクリア。やった、コウタの勝ちだ。よっしゃ。呈した根性だぜコウタ。それでこそだ。勝者コウタ選手。これで一勝同士。次のラウンドで勝敗が決まる。